なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。ワールドブリーダーズカップダート、ゲートが開いて飛び出した12頭であります。12番ハイグンイエローがちょっと立ち遅れ、果たして先頭に行くのは。先頭に立ったのは4番ベストパル、ライブリーワンが追いかけます。それから9番ルーラーオンアイス、セイフリーキャプトがそのうちにいます。11番カリフォルニアクローム、そして6番手に青毛レインボーズ、その外パイロ、8番フサイチペアサス、それからインバソール、そしてその後ろからエクストラレイン。今日も勝利をつかむか、ハイグンイエローと戸崎騎手、しんがりから2番モナーコスでやります。さあ先頭の方はどうなっているか。先頭行くのはライブリーワン、カンバシンリード、そのうちにルーラーオンアイス、前前での競馬セイフリーキャプトとプレイ騎手、4番ベストパル下がって4番手、11番カリフォルニアクローム。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。ハイイエロー直線伸びてくるのかどうか。先頭はライブリーワン、先頭行くライブリーワン、あーもういっぱいか。エクストラレイン怖い馬が来たぞ。セイフリーキャプトが先頭に変わった。黄色い帽子エクストラレイン先頭だ。さあ抜けました、エクストラレイン、エクストラレイン先頭1着、エクストラレイン2着、青毛レインボーツ。やっぱりこの2頭だった。頑張りましょう。1着6番、2着1番、3着7番以上のように確定しました。終えた馬が戻ってきました。ワールドシティロンドンにテムズ川を2度越える特設コースに12頭が飛び出しました。ちょっとバラついたスタートだ。10番ミリタリーアタック、それから6番フェイスフルサン、この辺りが出遅れました。果たして何が行くのでやりましょうか。2番シャドウゲイトが先頭に立ちました。ノットナウゲイト、9番サムソンジェット、ほとんど馬体が合っています。そしてその外にワイワード、内から1頭バラヌール、7番シーザースターズ、そして外からはシリウスレズエグル、ちょっと離されましてデビッドジュニア、その後ろサンバシンくらいあって6番ウェイスフルサン、8番天皇賞馬フィーバーグレース。ロンドンシティを駆け抜ける12頭であります。今日も勝利をつかむかアルテミスドッグと戸崎騎手、ここにいたミリタリーアタック、今日は最後尾から。先頭の方はどうなっているか。依然先頭をシャドウゲートでやります。前前での競馬ワイワードとシャルネ騎手、それからノットナウケイト、そして4番手にサムソンジェット、それから1番バラヌール、そしてその後ろから11番シリウスデゼグル、そのうち7番シーザースターズ。さあテムズ川に別れを告げていよいよ最後の直線勝負。
アルテミスボックはまだ後方、ようやく追い込み態勢、まだ先頭シャドウゲイト、3番手にシーザースターズ、外から差を詰めてきている。アルテミスボック、ここで一気にシーザースターズだ。ペイバーグレース懸命に追う、さあ抜けました。シーザースターズ、ペイバーグレースが差を詰めてくる。1着シーザースターズ。次は頑張りましょう。1着7番、2着8番、3着2番。レースを終えた馬が戻ってきました。馬体はいい感じですね。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。さあ、東京競馬場に上がる大歓声、春の古馬女王決定戦、いよいよスタートです。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。ちょっと出遅れたんでしょうか。6番レッドリベール、ダッシュがつきません。先行グループからまず見てまいりましょう。ケリアイエレガントが雨をついて先頭に立ちました。その後ろでやりましょうか。7番スマートレイヤー、そして3番手にリトルゲルダ、この辺りちょっと離れている。9番、さあ府中の春のマイル女王は果たしてどの馬なのか。
アルテミスドッグ、直線伸びてくるのかどうか。スマートレイヤー先頭に立った。先頭はスマートレイヤー、ヌーブレコルトが3番手。さあ先頭はスマートレイヤーが一馬身リード、外から差を詰めてきている。アルテミスドッグ、ヌーブレコルトかわして先頭に立った。さあ抜けました。ヌーブレコルト内からスルスルと。アルテミスドッグ、ヌーブレコルト一着。ビクトリアマイル。残念。1着9番、2着。終えた馬が戻ってきました。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。地面に広がる新緑。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。ファインイエローは5番手といったあたり、心の愛先頭に立った。外から差を詰めてきている。ルービーバック、ファインイエローが差を詰めてきた。先頭横山と心の愛、ムチが飛んだ。戸崎とルービーバック、ルービーバックが差を詰めてくる。先頭横山と心の愛、ルービーバック先頭に立った。先頭は4番ルービーバック、ルービーバック一着。オークス勝ったのは4番ルービーバックだ。2着、当番、3着、6番、以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。いい感じですね。まずまずですね。
なって今思うので、我的酒量没没了满分就来过二番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。ダービー馬のオーナーになるのは、スタートを切りました。狙いすましたダービーの舞台で勝利。大歓声が上がる東京競馬場、大歓声が上がる東京競馬場。ファインイエローは5番手といったあたり。さあ先頭はニゼイリアンが2馬身リード。ニゼイリアンが抜け出した。サテノラーデンが2番手。ムチが飛んだ。トサキとファインイエロー、先頭はニゼイリアン。ドゥラメンテが差を詰めてきた。捉えるか。ドゥラメンテ、リアルスティールが差を詰めてくる。ドゥラメンテ先頭、先頭デブーロとドゥラメンテ。ドゥラメンテ1着、1番人気に。あった。1着2着、9番、3着。レースを終えた馬が戻ってきました。いい感じですね。いい仕上がりです。さすが、人気がありますね。ただいまより投票受付を開始します。南関東のボバ。ゲートが開いて飛び出した。ありまして、第4コーナーをカーブ。先頭行くのは4番ティーズアライズ。内から1頭オーバータイム。ティーズアライズが抜け出した。3番手に並べる。先頭はティーズアライズ。外からはオーバータイム。外からオーバータイム。ティーズアライズ先頭。先頭ヤノトティーズアライズ。外からグラバズーカー。オーバータイムが差を詰めてくる。オーバータイム1着、1番人気に見事応えました。1着2番。
ただいまより投票受付を開始します。さあ飛び出した12頭、ちょっと出遅れたんでしょうか。1番フィエロ、ダッシュがつきません。どのあたりで動くんでしょうか。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。先頭行くのは10番ミッキーアイル、このまま押し切るか。ミッキーアイル外を通ってモーリス、先頭はミッキーアイル、外からはモーリス、先頭行くミッキーアイル、ああもう一杯か。2番手にモーリス、捉えるかモーリス、先頭川田とモーリス、クラレントがかわした。先頭は7番クラレント、ピエロ1着。安田記念勝ったのは1番。ちょっと元気がないですね。1着1番2着7番3着12番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。まずまずですね。いい仕上がりです。いい感じですね。いい仕上がりです。馬体はいい感じですね。まずまずですね。今週はレースがあります。いい感じですね。気合十分ですね。ちょっと戻しきれませんでしたね。まずまずですね。なんと一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。阪神の舞台は初夏の今年もあなたの、そして私の夢が走ります。乗り降りリアデママ乗りでやります。さあ阪神競馬場は大歓声であります。先頭行くのは8番バレンミロティック、外から差を詰めてきているアルケミスドッグ、捉えたかわしたナキシス、ラブリーダイヤ2番手、先頭ウメールとナキシス、アルケミスドッグが差を詰めてくる。さあどうだ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 、ナキシスかアルケミスドッグか、これは際どい。
レースを終えた馬が戻ってきました。馬体はいい感じですね。馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。いい感じですね。南関東三冠記静寂を破ってゲートが開く音、まずまずのスタートかと思います。先に行くのはどの馬なんでしょうか。押し出されるようにしてボムフィリアが先頭です。その外にクロスクリーガー、それからエアドムス、外から1頭12番ウィンバローラス、そして内からは9番ライトオンウィンド、外を通って10番ラッキープリンス、そのうちに4番パーティメーカースチュディウム、それからマイネルサクセサーインディウムがその後ろ、そしてその外に8番ファインイエロー、ここにいた1番ドンコの夢、今日は最後尾からもう一度になりまして、第4コーナーをカーブ、先頭行くのは11番クロスプリーガーボムフィリア、先頭に立った、外から差を詰めてきているファインイエロー、さあ先頭はボムフィリアが1馬身リード、3番ボムフィリアがまだ粘っている、大外から強襲ファインイエロー、ボムフィリア先頭、ファインイエローが差を詰めてくる、外からファインイエロー、ボムフィリア1着、ジャパンダートダービー勝ったのは3番ボムフィリアだ。惜しかったですね。1着3番2着8番3着6番レースを終えた馬が戻ってきました。いい感じですね。まずまずですね。ライバルも手強そうです。ただいまより投票受付を開始します。
世界のホースマンがゲートが開いて飛び出した9頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行するのは何か。ポストポンドが先頭に立ちました。外を通って5番ディランマウス、それからクレバークッキー、これが1番力1頭、1番ポストポンド。仕掛けどころが難しい最後のコーナー、余力を残しているのはどの馬か。ファインイエロー直線伸びてくるのかどうか、このまま粘れるか。ディランマウス、スノースカイ、いい足で上がってきている。ムチが飛んだ。トサキとファインイエローかわした。スノースカイ先頭、さあ抜けました。スノースカイ2番手にクレバークッキー、捉えられるか。前の馬ファインイエローが2番手、スノースカイ1着。キングジョージ勝ったのは6番スノースカイだ。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。走得很穩平，不過因為是假人，你必死啦。近代競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。テムズ川を2度越える特設コースに12頭が飛び出しました。1番フェイスフルサン、スタートのタイミングが合わなかった。先頭に立つのは何か。ノットナウケイトが先頭に立ちました。それから2番ワイワード、その外に12番アランプロスト、そしてそのうちに3番シャドウゲイト、8番シーザースターズ、バラヌール、それからもう1頭シリウスデゼングル、この辺りちょっと離れている6番デビッドジュニア、そしてその後ろからフェイスフルサン、その外からは5番ミリタリーアタック、G1 を勝ってさらに貫禄を増したアルテミスドッグ、しんがりは例によってズコズコ追ってやります。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭を行く11番ノットナウケイト、4分の3馬身リード、それからもう一頭2番ワイワード、前前での競馬アランプロストとルメール騎手、そして4番手にシャドウゲートでやります。それからシーザースターズ、バラヌール、それから4番シリウスデゼングル、ちょっと離れて6番デビッドジュニアであります。アルテミスドッグが上がってまいりました。5番ミリタリーアタック、徐々に差を詰めます。さあテムズ川に別れを告げて、いよいよ最後の直線勝負。ズコズコはまだ後方、ようやく追い込み体勢、さあ抜けました。アランプロスト、内からアルテミスドッグが差を詰めてくる。ズコズコ懸命に追う、さあ抜けました。アランプロスト内をついて10番ズコズコ、ズコズコか。よく頑張りましたね。1着12番、2着当番。レースを終えた馬が戻ってきました。